それでは今回は3枚目の3枚目3枚目だよね。2枚目 ?1、2、ああ、合ってた。3枚目だね。3枚目の石板が眠る場所、大開口へ向かおうと思います。の前に、さらに、私、レベル上げと言いますか、アビリティポイント上げしてきまして、バッツ、レナ、クルル、ファリス、全員、すっぴんでいけるようにしてきました。やったー、長かった。もうね、必要なジョブ、すべて取得しております。あ、取得してんのかな ?HP とか MP とか、その辺の必要なやつ?シーフ、文句、召喚師。あ、違う、全部だ、全部。全部コンプリートしてる、してる、してる、してる。必要なやつはしてるわ。それこそ、銀遊詩人とか、竜騎士とか、その辺のやつは取得はしてないけど、ほぼほぼマスターになっております。やった、こっから全部すっぴん装備でいけるぞ。で、これから行く大開口という場所は、アンデッドモンスターが多数出現するので、聖なる武器。まあ、例えばバッツだったら、今エクスカリバー装備。あ、待ってよ。させてるけど、違うな、エクスカリバーは、エクスカリバーファリスに装備させよう。ちょっと待ってね。っていうのが、ビーストキラーにしといて、アビリティの歌う、まあ、ジョブの吟遊詩人なんですけども、歌うでね、レクイエムがあるんですよ。いいかなこれで。レクイエムが全体攻撃。で、さらに MP を使わなくてもいいのに、アンデッドに効果的というものがございまして、すっぴんで装備できたのが、バッツとレナのみですね。この二人が歌うを連発して、あとのクルルとファリスは、乱れ打ちで攻撃してもらおうと思います。さあさあ行きましょう。大開口はね、だいたいこの辺なはず。この辺りなはずの海の底ですね。地図上には見えてないんだけど、これか?あ?だね。合ってた。ちょうどピンポイントのとこ降りてたね。さすが。あー、そうだ。ちょっと待ってよ。忘れてた。こいつがいるんだ。こいつがいるんだわ。そうだわ。いや、全員乱れ打ちでいけるか?いや、ヘイストはかけといた方がいいよね。ヘイストかけて、あー、そうだなー。まだ先か。まだ先だ。いいや。白魔法。まあ、とりあえずこれでいっか。よし、行こう。いける。大丈夫。レベル40だもん。確か推奨レベル35くらいだったはずなんだよね。時空のヘイスが、の乱れ打ち。いけ。あー、聖なる武器は回復するんでした。そうだ、こいつら。忘れてたわー。エクスカリバーダメじゃん、ガーゴイル。なんで聖なる武器、あと弱っ。回復してるわ。回復してる。強。クルル何装備してたっけそもそも。待って、何装備させてたっけ普通に回復してておもろかったんだけど。海の底より深い場所に、炎に守られし石板の眠る場所。そう、炎に守られてるんですよ。マグマだらけ、中は。でも、ダメージ床回避があるので、全然もう怖いもんなしだよ、もう。
怖いもんないない。違うわ。歌う。なかなかね、歌うなんて使う機会ないからね、マジで。マジで使わない。レクイエムとかね、そういうのは確かに使えるからね。よいしょ。で、何装備さしてんの？ブラッドソードでしたわ。ブラッドソードの効果でしたわ。わー、つそう。これは一本道か？正体不明、出た。これがすべて、アンデッド効くんだよなぁ。え？そんなぬるゲーでいいんすか？待って。え？歌うやばくないか？え、やばくないか、レクイエム。6000入ってんだけど。え、待って。いくらアンデッドって言いましても、あった。それは、弱すぎじゃないんですかね。ちょっと。え？でも、アビリティポイント全然手に入んないんだ。アビリティポイント手に入んないのは良くないね。あ、いや、手に入るかもしんない。そうか、今、すっぴんだから、手に入ってないだけで。いや、入る可能性あるな。何歩入るんだろう。逆に気になったわ。ここの攻略方法です。とりあえず、置いてすぐの、このボタンは押しても大丈夫。で、これで、2個目にね、見えるボタンは、押しちゃったら遠回りになっちゃうんですよ。遠回りになっちゃうから、押さない方がいいんだけど、まあ、こんだけ楽勝だったら全然押してもいい。これね。これ押したら、いやー、こんだけ弱いんだったら逆にめんどくさいな。逆にめんどくさいな、君たち。いいよ。え、ここのボス大丈夫かな？ワンパン、さすがにワンパンじゃないな。ここのスイッチ押しちゃったら、ここの橋がちなみに消えます。なので、ここ、なんかあったっけ？特に何もないか。ああ、回り道させられるだけやな。あのボタンを押して回り道させられるからの、これだと思う。まあ、回り道させられたところで全然痛くも痒くもないんですけどね、ここの。え、レベル上げすぎなわけはないよ。ないと思うんだよな。どこだったっけな、正解。正解のボタンは右上あたりだったか。ここは宝箱が一箇所あるんだけど、ここか、ここだね。うん、この上にね、宝箱があるんだけど、取れなくなってるじゃん。これを取るには、正解のボタンが一つだけあるんだけど、私の記憶では右上だったはず。本当か？ん？本当か？これじゃなかったっけ？ナイスー。はい、記憶正しい。あとは全部押しても何にもなんないんで。あ、何にもなんないことない。確か落とし穴だ、落とし穴。落とし穴が出てきても落とされるんだ。で、めんどくさいことになっちゃうんで、右上を押して、あれ何が入ってたっけな？なんかの武器だったっけか？忘れちった。どうしよっかな。ボスのアビリティじゃないや。炎の指輪か。炎を吸収するやつだね。さほど使わん。そんなに使うないんだよな。ちなみに、ここのボスも、アンデッド系なので、歌うはつけていくんだけど、あとの二人どうしようかな。時空と城までいけるかな。まあ、いけそうな気がするな。
うわなんか違うパターン出てきた。上からなんかぶら下がってる。キモい。キモいよ。いや死ななかった、お前。なんだとこの野郎。さすが2発だったら死ぬか。あいつ強えんだな。ここ、え、ここ何かあったっけ。なかった。あー、宝箱。わ、強いの出てきた。いや、これカーソル記憶の方がいいな。死の宣告 !30 カウント後、お前とっくに死んでるわ。いや、エクスカリバーで1000ちょいか。そんなもんか。死の宣告を覚えた。覚えてなかったんかい。ラーニングしましたね。はい。青魔法、青魔導士もう、マスターにしてるから、食らったら勝手にね、勝手にラーニングしてくれるから。いやー、楽だなここの男女、過去一楽だな。多分、あれだね。レベルとか関係ないと思うよ。歌うが強いんだと思う、ただ単純に。え、なんかあったっけ、ここ。待ってよ、私の記憶ちょっとカーソル、めんどくせえな連打がいいなちょっとカーソル記憶させるか。いやー、ファリスが若干早いんか。今までバッツレラだったんだけどね。若干足りてない感じかな。ちょっと待ってね。コンフィグをカーソル位置記憶にしよう。これで OK。あー、ここに1個エーテル。さほどいらんのよな。さほど必要ない。もうすでに記憶されてた。おお、全部記憶されてるね。オッケー。これで連打でいい。連打ゲーが始まったぞ。そう、こういう時にね、カーソルの記憶はマジで使えるからね。どれが正解だ？待ってよ。いやー、レクイエムいいね。MP 使わずに。いけるっていうのがね。まあ、歌うだけだもんな。歌うだけで MP 取られてたまるかって話だもんな。逆にな。意外と広いな、ここ。これが通れて？あ、OK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 。いや、この骸骨、なかなか、ホラーホラーしてるよね。ちぎれて血垂れてるみたいな感じなんかな、イメージ的。どっからぶら下がってんだよ、そもそも。いやー、綺麗に真ん中だけ当ててくんなかったなー、ファリスくん。ファリスくん？ちょっと。フェニックスの、結構買いだめもしてきてるからね。アイテムも、買いだめしてきてるし、もう、当分、消耗品はいらないね。必要ないね。プロテスドリンクか。ここなんかドリンク系めちゃくちゃ落ちるね。飲むってやつ。あー、ドワーフ王国だ。そうだ。そんなのもあったな、そういや。とりあえずセーブ？いや、後からでいいや。ドワーフ、ラリホー。たった5人でも立派なドワーフ王国だ、ラリー。ラリーってラリってるな。ラリーってなんだよ。そう、ここね、武器屋なんだよ。クリスタルの盾。盾はいらない。もう、そんなもう、両方にもう持たせるから、武器屋。クリスタルヘルム？あ、じゃあ買っとこう。サークレット、クリスタルメール。あー。ローブ系か。
いいかな。で、こっちから話しかけたら、ああだね。もう持ってるやつばっかり。両手持ち OK。ああ、もう一本買っとくか、じゃあ。で、装備を最強装備にしたら、正宗菊一文字、OK。で、後ろからやったら、あ、一緒か。一緒か。横と正面の違いだけか。ありがとよ。で、あと誰がいるんだ？ああ、普通の住民か？ラリホー。ラリボーがトンネルを掘ってるラリ。世界一周させるって言ってたけど、いや、それは無理だろ。世界崩れるわ。やめとけ。やだ、どけて。はい。魔法のランプって知ってるか？元の場所に戻せば、ランプの力は復活するラリよ。どこにあったっけ、魔法のランプ。いや、そのイベントどこだっけ？うわ。なんかあったよな。魔法のランプな。うわー、ちょっと。また調べてくるわ。全然覚えてない。何やったかな？確かにあったあった。あったあった。あとアビリティ変えとかんとダメだ。アビリティをチャクラじゃなくて、軸と、歌うはいい。軸のレベル4と、あ、レベル6と、白、あった。白魔法。これでいいかな？うん、オッケーでしょう。で、コテージ。46個。絶対使わないと思う。いや、もうクリアまでにもう46個とか使わないと思うんだよな。あー、セーブを忘れてる。あぶね、あぶね。一応ね、死なないとは思うけど。死ぬことはないと思うけどね。え、トンネル、あ、マジでトンネル掘ってんじゃん。ほんとだ。どこ繋がってんの、これ。なかなか、7ミリ掘ってんだ、こいつ。長っ。どこ、いんのかな？いた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 。何やってんの？ここまで掘ってきたけど、なんか上の方で妙な地鳴りがするらり。確かこの上は森。クポ？あ、違う。蜃気楼だ。え、ここで蜃気楼の街の話をされて、あ、あっこの扉の封印解けるか？あ、なんかさ、前、蜃気楼の街行ったじゃん。で、なんか、閉ざされた扉なかった？みんな。キーンつって弾かれた扉あると思うんだけど、あの先にね、装備とか道具っていうか、武器屋か、があるはずなんだよ。で、入れなかったから。なんだ？これ、布石撃たれたな。布石撃たれてるな。え、これが、条件か？これを見ることが条件なんかな？あの封印された場所に入るにはどうすんだ？これでフラグが立ったからもう入れるとか？ありそうやな。そっか、ここをとりあえずクリアしてないとあるかもしんないな。で？あー、まだちょっと遠いか？でももう結構奥深くまでは行ってるから、近いと思うんだけどな。もうすぐ着くと思うんだけど。ああ仕掛けか。待ってよ待ってよ。どこだったかな、どこだったかな。正解が。うわぁ、思い出せねー。左だったかな。左下の方になんかあるはずなんだけどな。これか？全部のボタンを押したし、どれかで開くでしょう。と、開いたー。ちなみにあっちの宝箱はカイザーナックルが入ってて、これは、右上か。右上のスイッチで開きました。このスイッチはマジで、どこで開いたかわかんない。
マジでわかんない。え、全部押してきたもん多分左下だと思うんだけどな。記憶では左下だったんだよな。違うかな進もう。あ、着いた。待って、アビリティ大丈夫？待ってよ。歌う、歌う、時空、白馬。いけるでしょう。ちなみに、ここのボスは3匹出てくるんだけど、3匹まとめて倒さないと、確か、復活するよな。復活してデルタアタックしてこなかったっけ？してきた気がすんなぁ。歌うは下げてていいのか。歌う下げててよくって、乱れ打ちは前衛。OK! 行こう。まあ、勝てないことはない。これで。どうした？ VV。え、EV いんの？EV 出てきた急に。X デス様から V。な、ああ、こいつか。お前を殺せとの V。かわいいな。命令だ V。鬼みたい。なんだかわいいこいつら。ブブブイ。V ゼルか EV のどっちかだなこいつら。そういう感じね。白馬はとりあえずいらない。あー、そこまで？あー、でも戦略入ったね。いいね。歌う時空の変数が、カウンターが入ったのか今。カウンターが入ったね。レクイエムで3000ね。オッケーオッケー。ナイスかわし。28。お、カウンター。強っ。カウンター数バイオ。おー、いやでもこの調子だったら勝てれそう。あー、 HP どれくらいあったかな。あ、やばい、一匹だけ倒した。お、いけるか。いったー、ナイスー。歌う強すぎんか歌うがマジで強いな、ここ。アンデッド系に強すぎる。第3の石板。石板に何か書いてある。マグマの大河より封印されし魔法。メテオを手に入れた。ここでメテオ手に入ったっけ？全然覚えてなかった。なるほどね。いいな、メテオも結構使えるぞ。テレポ。じゃあ、次。おー、そういうことか。次、とりあえず、あっこだね。蜃気楼か。蜃気楼の街行きたいね。これでフラグが立って、入れるように、あー、ボコ、ボコじゃないけど、黒チョコボいたのか。入れるようになったのかな？まあ、次回試してみましょう。